チャオ、あっちゃんです。ラムでね、ちょっとだけ買ってきた。あのローストビーフの肉、買ってきた。ちょっとだけいろいろ買ってきて、まあそんな大した変わりないけど、ちょっと買ってきたと、あのワッツってセリアと商品被ってたりするからあるかなと思ってんけど、なかったんね。同じのがちょっとサイズ大きいね。サイズ違いやね。ちょっと大きいね。ちょっと高さが高いねんけど、入ると思うねん、弁当箱ね。だから、ちょっと多めに入れてあげられたりもするし、と思ったりもね。お友達とシェアしながら食べてんねん。でもシェアする友達がまた増えてんねん。なんか、噂が噂読んで、中村の弁当うまいぞってなって。言ってた。英語でまたいっぱい入れてあげるわ、言うて。みんなと分け、言うて。なんやったらもう一つ大きい弁当箱入れるで、言うたらそこまでちゃんで、って言うたけど。なんか、うまい。嬉しいわね。そう言ってもったらね。この前何やったっけな。なんか、週頭、先週の週頭やったかな。作ったやつが、中村とこのおかんこんな飛ばしてええのかって、うますぎるやろ言うて、お弁当気合い入れすぎちゃうかって言うとった言うて、そんな弁当なんかそのお金かけてんと思うでって 言ったらしいけど、そんなかかってないよ賞味。ねえ、150g ぐらいでしょ。 100g 150円、100円、150円ぐらいでしょ、豚肉。あと、キノコとかなんやかんや、残ったもんちゃうわ。適度な野菜とかなんやかんで、卵1個30円でしょ。一食多分250円とかしかかって、200円とか250円しかかかってないちゃうかな。そんな喜んでもたら嬉しいわ。なんやったっけな、味付け。オイスターソースとなんかねってね。で、豚の焼き方がしっとりして絶妙やって。ミスター味っ子が、みたいな。そんなに笑ってもミスター事故って何やいって言ってそういう漫画があるんやいって、これは素晴らしい、芳醇な味は口の中に広がるこの旨味みたいな表現するね笑うとって、まあ、右を走りたくないんやけど、左側を走るのや、だいたい右がダメなら走ったらね、煽られんのよ。煽りんがおんのよ。あ、首が痛い。来週末お給料日やから、再来週頭にはちょっとね、お買い物、調味料とかまた買ってこよう。それまでに早う、今週あそこの棚色塗ろう。寒いかな、寒かったら塗ってもらえないかわかんないし、溶剤臭いしね。いつまでもあったかい時だったら臭いね、その時臭いけど、あったかいから溶剤蒸発するから、溶剤飛ぶから匂い飛ぶんやけど、寒い時になったらいつまでも臭いんやな。確かに水性買ったと思うんだけど、水性はマシやと思うんやけど、水性の方が乾き悪い。やっぱり溶剤使ってる方が飛ぶの早いんだけど、ね、だから塗ってもその日にはもう入れられへんから、まあええねんけど、危ない危ない、灯油が焦げる。口なんか噛んでも痛いわ。まだ帰った4時やね、16時。ケーキ
1時間ぐらいかかるから、ご飯を…ご飯作ろうって言ってから、ケーキスイッチ入れたらいいんか。今日も魚さばくぞ。戦ったぞ。さばくが楽しいでさ。昨日作ったさ、じゃがりこのパリパリパリポテモッチーズ長いな名前あれすごい美味しかったさ、また作ろう。餃子なんか買うてないんだけど、今回買ってきてよかったな。あれ癖になるわ。あれちょっと定番化しよう。餃子なんか買って帰ってよかったな。いっぱい作って冷凍しといて。じゃがりこのアレンジを考えよう。ルテシアがかわいいな。フェンダーの穴はね、かっこいいな、俺。ルテシア。いいね。フランス車ってやっぱりね、おしゃれやね。JR だ。JR の踏切が止まった。新型車両動かへんから、多分、もう走ってる気がするんよな。この前、ちらっと見た新型車両やったんよな。古いやつやった。105系やったわ。なんかね、今年の春から続々と新型に変わるらしいね、このローカの赤字路線。なんでこんな赤字路線にそんな新しいの入れんのやろか分からへん。走るようになったら乗りたいな。和歌山で行ってこよう。意味なく和歌山まで行く。お弁当作ってさ、ローカル線乗ってお弁当食べながら帰っていく。そんな貧乏旅。
電車乗りたい。テスト走行やったんかな、新型車分からんけど、一回だけ見た気がするんよ。なんかチラッと見たけど、あれ新しいやつやと思ってんけど、もう踏切越えてもうてわざわざ戻るのもあれやったし、山の一回どっかで見たんよ。またちょっとすっごい時間かかんねん、和歌山まで行くのに2時間とかかかったかな。で和歌山から大阪へ出て、で大阪から京都へ出て、京都から奈良帰ってきて、桜井帰ってくって一周するんだけど、一周ぐるって回ったらただやねん。なわけね。一周ぐるって回って、一個手前の駅で降りたら、一区間でいいねん。だから、桜井から乗って、ぐるーって、かぐ山から高田回って、和歌山行って、和歌山から大阪行って、大阪から京都行って、桜井帰ったかね。なら、で、桜井の一個手前、三輪で降りんねん。で、三輪で降りて、三輪から桜井までもう一区間なんだよ。ただ、1時間に何本かしかないからね。めっちゃ待たないけどね。で、それすると、2区間で近畿一周できんねんね。もっと遠回りしよう思ったら、京都から、滋賀、米原かな、ぐらいまで行って。で、米原から伊賀の方を抜けて、で、奈良まで帰ってきて、奈良から三輪まで帰ってきて、もう同じやねん。一区間でいいね。もうぐるっと遠回りしても近く行っても一区間分でいいね。そういうね、周遊旅っていうのが一時期流行って、やろうかなと思ってんけど、ただ怖いのが一つあって、もし電車何かトラブル、事故とか遅延があった時に、ぐるっと一周して帰られへんことが起こるね。止まらないのか。で、駅から出たら終わり。出たらそこで料金払わないから、もしここからぐーっと行って京都ちょっと寄りたいなと思って京都で降りたら、奈良から京都まで行った料金払わんな。で、京都から奈良へ帰った料金を払わんな。っていうのがあるね。だから、ぐるっと回って中途半端に降りるぐるっと回って近くで降りた方が安いね。そういうね、一周旅っていうのがね、あって、電車好きの乗り鉄っていう人、乗るのが好きな電車の人は、そういうのをよくしたりするらしいけど、一時興味あったんやけど、ようよう考えたら、駅から出られない。そう。いろんな観光地に行けないねん。ほんまに電車乗るだけしかできへんねん。で、まだ、まあな、大きな駅とか行ったら、駅弁とかあるから、構内で、キオスク。で買ったらいいんやけど、キオスクで買えへん場合は出ないといけないね。でもそれ面白いね。私結構好きで、だから特急券だけ買って途中特急乗ったりしてもいいはずやね。確か新幹線はダメで、新幹線は乗車券と特急券買わなあかんから、乗車券別やからって。新幹線はなんかそんないけるらしいよ。それか青春18切符って言って5枚セットで1万円くらいね。1枚2000円ぐらいやね。で1日どこまでも乗り放題降り放題やね。それも面白いな。だから青春18切符こうって期間何月から何月までって決まってんねんけど、 5回やから5回行ってもいいね。1日1やからなんか5日連続で行ってもいいし、飛び飛びで5日行ってもいいし、5回行ってもいいし、
人で行ってもいいね。3人で行って次1人が自分で2回行ってもいいし、だから1人だけで使うんじゃなくてもいいね。そんな使い方もできるね。面白そうやね、それも。それがね、青春18切符が期間決まってんねんね。それとある程度3回ぐらい使って2回余ったやつヤフオクとかで売ってるわ。だから余ってもヤフオクで売れるからそんなに損はないねんね。で逆に言ったらもう期限ギリギリぐらいでヤフオクで1枚残りとか買うねん。なら結構安くいけんねん。その5分の1より安くいけたりするしね。そんなも面白かったりするし、ね、あと近鉄もさ、ね、3日連続土日を含む3日連続金土日か日月か茶は土日月か、うん、あ、そう土日を含む3日間、ね、だから金土日土日月の3日間乗り放題降り放題行き放題の切符が4000円ぐらいだったと思う。だからそれって家から行って1日どっか行って帰ってきてまた次の日乗って行って、ま、た次の日乗って行ってもいいし、で今日大阪行って大阪で泊まって、で大阪から京都行って泊まって、で京都から名古屋行って帰ってくるとか、そんなことしてもいいし、いろんな遊び方ができるね。で一回大阪へ出て大阪から名古屋行って名古屋から帰ってきたら1日で元取れんねん確か。だから土日月のどれか1日でどっか名古屋まで往復したいねんとかいう時なんかやったら大阪の人なんかやって得やねん。うちらからでも1400円、3900円、わからん忘れた、いや大阪行ってなかったんです。なんか島風乗りたい時なんかでそれ買ったよね。島風乗りたい時だったら朝から大阪まで出て大阪で島風乗って、で島風で名古屋まで行って、名古屋じゃないわ、賢島まで行って、で賢島から帰ってきてまた大阪から奈良帰ってくるとかだってもいいしね。やれ時間があれだけど、そういうね面白い旅ができるのよ、その切符使うと。後ろしとるんや。何がおもろいねんって言うのかいろんな景色見れるやんって、降りひんかったら意味ないやんって言うから、駅から出たいって言うから出たらあかんって、出たらお金かかんねんとか言って、せっかく京都来たのに駅から出えへんのか言われて今度は京都ゆっくり連れて行ってあげるって言ったけど、結局よう連れて行ったらあかんって。結局奈良京都はほとんど回らへんかったよ。奈良京都は都市ってからでも回れるからいいよねって言って、遠いところいろんなところ四国行ったりとか、みきちゃん西日本行ったことない。京都奈良は修学旅行で来てたからそれ以外のとこいっぱい連れて行ってあげたんや。でももっと近場も連れて行っといてあげたらよかったなって思った。都市行ったら行けるよっていう理論は成り立たへんのよ。背高いねん。背高いんだけど顔ピカソじゃないねん。なん
やろな。かっこいいな。後ろばっかみんなって。あ、もう一人おしゃれやな。フランス車ってね、足は雪降ってたよ。足回りやっこいし、フランス車ってあんまイメージ良くなかったから乗ったこともなかったね。で、シトレーンのピカソ乗って、プジョー乗って、2連続でフランス車乗ったけど、フランス車いいよ。足も痛いなんだけど、首が痛いな。首しながら喋んなって。首がね、痛いのかな、この辺な。ほんまに60万のマッサージ業師は頑張ってか。やっぱり友達とかにあっちゃんなら宣伝してください。みんな一緒にいてください。頑張る。じゃがーりごアレンジレシピでバズらんかな。なんやろな、あの車かっこいいな。よく来た。あれ C3 か。C3 って言うのかな、なんか知らんけど。C3 や、やっぱり。C3 あんなかっこよかったんや。C3 って世にも不細工な車やったのに。怒られるわ。可愛いねんね。可愛いし、おしゃれやねんね。でも、形が不細工やねん、C3 って。もうコリン、今の新型もお尻はもうコリンでしたけど、でもかっこよかった。今後ろに某日本のハッチバックのね、よう売れてる車が後ろについてるけど、社名は言わないでおきましょう。おしゃれさはゼロ。車多いな。乗ってる人がさ、視聴者さんにも乗ってる人おるかもわからんから、社名は言われへん。絶対に買いたくない。先進車のコンパクトか飲んでやったら、あっちは絶対デミオ。デミオはいいよ。CX3 いいね、マツダいいね、やっぱりね。マツダっちゅう顔してみんな統一しだしてから特に良くなったよ。チンクや、いいな、かわいいな、かわいいな、チンクな。後ろアテンザもいいね。アテンザ、アクセラ、アテンザ、プチアテンザやね。アクセラチックオフやな。マツダ、今のマツダ顔したらセンスいいと思う。めっちゃあ
の形のワゴンでないんよな。まずでもワゴン作ってないな。あんま知らんねん。国産あんま知らんねん。とか、買う気ないから興味がないというか、欲しいなと思ったら、買おうかなと思ったら調べるやん。もう買おうかなと思わへんから、街中見てかっこええ。今でも見てかっこええ。